皆さんに心配をかけてしまったわね。ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと？あれをどうにかする方法をママは知っているの？ええ、クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ、それは一体何です？詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか？わかった。みんなクナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら？ありがとう。大きくなったのね。え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。仲はあまり良くはないけど。そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら？ってところね。あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせるといろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら？あ、うん、そうだな。行きましょう。どうかした？カサネがいい子に育ってくれて本当によかった。よかったなんて言える立場ではないのだけれど、あなたを置いて逃げたこと本当にごめんなさい。謝らなくていい。ママは殺されかけたんだし、私も渡月にいた頃のことはよく覚えてないし、それに周防に来てからはお姉ちゃんがいてくれたから。それじゃあ重ねのお姉ちゃんにありがとうって言わないといけないわね。うん、きっと喜んでくれるわ。こんな私をママって呼んでくれるのね。早速だが、クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイとカサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれをほどく必要があるの。ここで言うもつれというのはあくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が絡まった赤い糸のように見えるはず。渡月の理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのはユイトの力がカサネの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえほどくことができればクナドゲートを閉じることができるのよ。歪みか。まだピンとこないけど、クナドゲートに入るってつまりあの空の穴の中に入るってことか。もしかしてクナドゲートの中にはあの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ、初めてゲートが開いた時よ。あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ。クナドゲートの中にはカサネが言う不思議な空間が存在しているの。
レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん、ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。結局はユイトと重ねに託すしかないのか。もつれを見つけたとしてどうやって解くのかも行ってみないとわからなそうだな。クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。さあ、ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。レッドストリングスのコツはなんとなくつかめた。今度はユイトもいる。私がしっかりしないと。重ね、行けるか？ええ、大丈夫。二人で意識を集中して、クロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナル。必ずもつれを解くんだ。本当に来られたみたいだな。あの窓みたいな風景の一つ一つが過去や未来へつながってるのか。キョロキョロしてる場合じゃないわよ。もつれを探さなきゃいけないんだから。3回目ともなると重ねは冷静だな。けどどうやって探す？今のところ何も感じないけど。これはきっとママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。カイ！どうしてクロノスターミナルの中に？落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界よ。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びついて怪異の姿で現れたのだ。つまりこの怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと？そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったんなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど
十分気をつけて。俺たちの認識が作ったってことは、この回は幻なのか。本物でしか見えないぞ。今なら行け。脳が本物と認識している以上、実在しているのと同じよ。本気で戦わないと危険だわ。続けていく。無駄よ、罪人。さすが重ね、今のは決まったな。この風景は2009年のあの日の旧海抜群病院。これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス、俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながらもつれを解きましょう。大丈夫、私たち二人ならきっとできる。そうでしょ、ゆいと。解け。そうだな、行くぞ。やった。動けるか。立て直そう。よし、私たちの力で。嵐渡して。今だ。決めるわ。終わり。重ね。これでクナドゲートは消えるのよね。なあ、カサネ。あの日、俺を助けてくれてありがとう。まだちゃんと俺言ったことなかったからさ。え、何突然。11年前、病院で俺を助けてくれたのはカサネだろ。はっきり思い出したんだ。ベルペッパーだった俺は、あの時から
突然超能力を使えるようになった。俺が力に目覚めたのはきっと多分だけど、重ねの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ、超能力は分けられるものじゃないわ。うん、自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でもだとしても、あの日の出会いがあったから俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた、そう思うんだ。だからありがとう、カサネ、俺を助けてくれて。どういたしましてでいいのかしら。ピンときてない顔してる。でもそれでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし帰ろう。ママの力まだ消えてない。もしかしてもつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。重ねもか、何かが引っかかるんだよな。また出てきたぞ。あれって50年後の未来、消えたはずや。この怪異はユイトを襲った。今の場所が狙いどころみたい。これでこの未来は今度こそ完全に消滅するのね。重ねは過去に戻って歴史を変えられるならって考えたことはあるか。それはクナドゲートを消した後の話。ああ、正しい形のレッドストリングスって自由に時代を移動できる超能力なんだろ。そうね、過去に戻ってお姉ちゃんを助けられたら、そう考えなかったと言ったら嘘になるわ。お姉ちゃんを助けたかった。何か方法があったんじゃないか。何度も何度も考えたわ。ふとした瞬間にもう会えないんだって気づいて愕然とすることだってある。うん、お姉ちゃんが怪異になる歴史を変えられるなら、もしそんなことができるとしたら。でもやっぱりやらないと思う。どうして。たとえ過去の何かを変えたとして、その先の未来がどうなるかは誰にもわからないわ。私と同じ体にならなければ、スカウトなんてされなければ、私が妹にならなければ、望む結果が得られるまで永遠と過去を変え続けるのが本当にお姉ちゃんを助けることなの。
お姉ちゃんだけじゃない。この世界全ての人の人生を私の勝手で改変してもいいなんて間違っているわ。自分の願いさえ叶えば他はどうなっても構わない。そんな風には割り切れないよな。苦しくて受け入れがたいこともたくさんあるけど、背負っていかなきゃいけないのよ。ごめん、変なこと聞いた。でも聞いてよかったよ。俺もさ、似たようなこと考えてたから、重ねも同じなんだって分かってちょっとほっとした。そうだったの。でもこう考えるようになったのは、多分重ねやみんなと出会っていろんなことを知ったからだよ。それは私も同じね。昔の私ならきっと今とは違う結論を出していた気がするわ。入隊の頃の重ねならまず俺との会話を続けてくれなさそうだもんな。別にそんなことは、まあ、あるかもしれないわね。お母さんの？もしかしてまだもつれがあるのか？でも、もう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、いける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、他に接触した時代なんてあったかしら。あれってスメラギの門。そうだ、カサネ、最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクモスメラギの、あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。カレン元連隊長？まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。あとは任せて。私に任せて。
決まったな。よし、もつれは。ユイト、まずい。私もこれ以上は。俺たちやったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分だけど何か違和感がある。カレンとヤクモスメラギ、一体どういう。ユイト、カサネ、お母さん、ママ、よかった。気がついたみたいね。私たち無事に戻ってこられ。どういうことだ。なんでクナドゲートは消えてないんだ。それは。お疲れ様。二人ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え、だってまだ。ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。いつまでも大切にしてね。ここに戻るのか。戻ったら渡月が必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、カサネ、どうか幸せな未来に生きてくれますように。今日なのね。
脳は渡しても未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。捕獲対象、若菜の死体を確認。死因、人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消去処置が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い、脳の回収を実行する。黒が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおばさまが話してくださった内容をメッセージで扱ってるから転送しておくね。ごめん、悲しいのは二人なのに。ごめん。若菜さんは、若菜さんが過去に戻り、本当は、おい、その若菜さんはこの11年前の、気持ちをこらえて。妙だね、若菜さんは戻ったなのになぜ消えない。本当にもつれは全てほどいてきたんだな。私たちが感じたもつれ、11年前と50年後、それとヤクモスメラギの時代、全部ほどいてきたわ。は？ヤクモスメラギの時代に何の関係がある？俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで、多分もつれが発生してたんだと思うんだけど。何言ってんだ。確かにヤクモは事故で重傷は負ったが、暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギがカレンに殺される場面を。なんですって。あの時は
もつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、そう、確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。そうだ、カレン元連隊長はカサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。つまりクナドゲートが消えないのはカレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを一体どうやってほどくの？カレンのもつれはカレンがほどけばいい。そうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れて行ってもつれをほどかせるしかないだろうね。渡る、カレンの所在は確認できるか？そう言うと思って調べてるが全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えちまったみたいだぜ。仮にカレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか？おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか？顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって。つぐみちゃん、史実の通りヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった？まさか。本物のヤクモは未来から来たカレンに暗殺され、マスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの？結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょ。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている！兄さん、何を？あの方は、周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時続けているのだ！そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。周防の地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われてまず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に？どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう？やっぱそうなるよな。けど俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギ寮の管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか、話を聞いてくれるといいのですが。実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし渡る、
吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オッケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね、休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとう、ゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー、渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか、それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。なんだか強化と話したい気分。水の分量を考えて、それを毎日ちゃんと…かげろう、聞いてる？おう、バッチリよ。俺が愛するつぐみちゃんの言葉を聞き漏らしたことなんかねえだろ。わかった。でも、ちゃんと実践してくれないと絶交だから。わかってるよ。カゲロウ様に任しとけって。つぐみとよく話しているわね。彼女はデートに誘わないの？おや、焼いてるのかな。ふっふっふっ。俺様モテ期到来、2000年ぶりぐらいに。だんだん分かってきたわ。もしかしてカゲロウ、つぐみや私に娘さんの？ああそうだ、カサネ、ちょっと野暮用に付き合ってくれよ。今話題をそらしたわよね。いい女はそういうこと突っ込まないの。昔使ってた隠れ家を片付けに来てんだわ。隠れ家ってもしかして渡月の？ああ、ここらで工作任務をやってた時に潜伏場所として使ってた場所だ。渡月の内部情報やら極秘データやらがまだ残ってるはずだから、どうせなら取ってこようと思ってな。内部情報、それがあれば政府が今後渡月の後始末をするときに役立ちそうね。政府のためってわけじゃねえけど、渡月に関しては俺もやれることをやっときたいんでね。分かったわ、私も手伝う。場所はどこなの？菊池場だ。それじゃ行こうぜ。そこに向かうぞ。た、こういう時に限って怪が出るのな。そういえば前にここへ来た時、あなたこの町を幽霊みたいって言ってたわね。ああ、あんなこと言ったっけな。お手並み拝見だな。ちょっと自分と重ねてみてさ、取り残された寂しさっつうか、まあ単なる感情ってやつだ。ほら先へ進むぞ。今の一体危ない。かかったら動きが鈍くなるわよ。気をつけてね。何ちょいくの？あそこに何かあるわ。
よっ。厳しいな。
なあ、カサネ、この間の話だけどよ。この間？ほら、水葉川でお前がなんか意味のあることをやれって俺に言っただろ。あれから俺なりにいろいろ考えてみたんだが、さっぱりイメージ湧かねえんだよな。渡月の計画を止めた時点で俺の役目はもう果たしちまった気がしてさ。俺みたいな過去の亡霊はそろそろお役御免で成仏する時期なのかもなって。お役御免になったのはあくまで昔のあなたでしょ。今ここにいる影楼はまだ必要とされてるわ。なあカサネ、気づいてるかわからねえけど、影楼なんて人間本当はいないんだぜ。どういう意味？俺は月とか渡月じゃ死んダニエルって名前で呼ばれてた。影楼団なんてただの偽名だ。言葉の通り存在しない影楼なんだよ。あなた自身にとってはそうなのかもしれない。でも私たちにとっては違うわ。たとえ本当の名前が何であっても、海抜群で私たちが接してきた影楼団は亡霊じゃない。それにさっきつぐみと楽しそうに話してたあなたはとても亡霊には見えなかったわよ。つぐみも私たちも昔の誰かさんじゃなくて影楼を必要としてるのよ。まったく、カサネちゃんってば若いのにいいこと言うよな。お兄さん感動しちゃったぜ。そうだな、誰かに必要とされてるってことは影楼団もそんなに空っぽじゃねえのかもな。そろそろ昔の自分に始末つけて今のこの時間をちょっと大事にしてみるか。ま、そのためにもまずは古巣の片付けをしなきゃな。隠れ家まであと少しだ。行こうぜ。この辺りよね。本当だ。でもどうしてこんな危険な場所に隠れ家を作ったの？俺は危険な場所ほど隠れるには都合がいいだろう。透明化すりゃ大抵の危機はなんとかなるしな。なら今日も一人で来ればよかったじゃない。俺様2000年孤独だったから一人は寂しくて。おい待ってよ、冗談だよ、置いてくなって。私に任せて。
く着いたな。粗末な部屋だが、まあくつろいでと言いたいとこだが、ちょっと様子がおかしいな。ずいぶん散らかってるわね。荒らされたってこと？そうらしいな。ちょっと中を見てくるから待っててくれ。ダメだ、データも何もかも持ち去られたりぶっ壊されてやがる。十中八九渡月の連中だろうな。俺が裏切ったと気づいた時にお片付けしていったんだろう。ま、そんなこったろうとは思ってたけどよ。予想してたならどうしてわざわざここまで来たの？まあな、実は確認がてらここに置きっぱなしにしてた私物を取りに来たんだが。ふみ、何か見つけたの？それは写真？破れてしまってるけど。まあな、昔の写真さ。昔ってもしかして家族の写真だったとか？他の切れ端も見つければ合成して復元できるかも。いや、いいんだ、別に写真はこれ一枚ってわけでもねえからよ。でも大事にしていたんでしょ？形がなくなっても残るものはあるさ。お前もこないだ言ってただろ、大事なものを失ったからこそ生きなきゃならないって。俺もいい加減先に進む時ってことなんだろう。いつまでもくよくよ引きずってちゃあいつらにもさっさと子離れしろって怒られそうだしな。そう、分かったわ。カゲロウがそれでいいなら。ああ、それでいいんだ。カサネ、今日は付き合ってもらってありがとな。お前のおかげでいろいろと気づかせてもらったよ。先に進むと言ってたけど、これからどうしていくつもりなの？まずは過去にケリをつける。トゲツに関わってきた人間として、ベイブだけじゃなくカレンのことも、自分たちが引き起こした全ての結末を見届けなきゃな。それでやっと俺も過去に区切りをつけられる。それが終わったら、その後は新しい人生のことを考えてみるさ。どう生きるか、何ができるか、いろいろとな。いいんじゃない、それで。この間より格好悪くはないと思うわ。おやおや、カサネ君、大人の魅力に気づいてしまったようだね。カサネが望むならまたデートくらいは。その調子だと新しい人生とやらには当分手が届きそうにないわね。どういう意味だ？あなたが言うデートって、要するに成長した娘とデートする父親の疑似体験なんでしょ？まいったね。どうも前から言ってるだろう、そういうのは口に出すだけ野暮だって。年がいもなく若い子をデートに誘う痛いおっさんってことでいいじゃねえか。分かったわ、カゲロウおじさん。あ、やっぱお兄さんね。俺の繊細なガラスのハートが壊れそうだから。結局いつも通りのカゲロウね。ま、それでいいのかもしれないわ。